鹿児島市東海町の産業道路沿いにあるポルダーテラス。洗車場やカーディーラー、カフェなどが一体となった複合施設です。桜島の噴火による火山灰などで洗車のニーズが高い鹿児島。洗車を待つ間、ゆっくりくつろげる空間を提供しようと2019年にオープンしました。灰がついたり、雨の後とか、なんか汚れがちょっと目立つかなっていう時にしたりしますけど。洗車をしようと思った時に、もう全部やってくれるので楽だなと思って来てます。2、3ヶ月に1回ぐらいですね。ポルダーテラスには、さまざまなコースの洗車メニューがあり、1台あたりに使われる水の量は、100リットルから120リットル。1ヶ月間に平均で1600台ほどが洗車に訪れるため、16万リットルから19万リットルの排水がすべて下水に流されていました。そこでトヨタカローラ鹿児島が導入したのが、洗車の水をリサイクルして再利用するシステムです。この2年間かけてですね、リサイクル水、再生水を使えないかどうかというのをですね、もういろいろ協力していただいて、今回、完全にリサイクル水を使って洗車ができる、洗車場という形でですね、始めさせていただくことになります。水処理の専門企業や洗車機メーカーなど4社とおよそ2年をかけて開発。一度洗車に使った水をこちらの機械で油分や火山灰などの異物を取り除き、除菌・脱臭してほぼ浄水に近い状態にします。飲み水としては使用できませんが、肌に触れても問題ないレベルだといいます。こちらが一度洗車で使われた排水をリサイクルした水です。浄水と比べてもこの透明度、遜色ありませんし、匂いもほとんど無臭、薬のような匂いもしません。この水を再び洗車に利用する仕組みで、水を循環しながら使い続けると1ヶ月で13万リットルから16万リットルの水を節約。1年間だとその12倍。鹿児島水族館の黒潮大水槽と同じくらいの水を節約できる計算です。水質の検査を繰り返し繰り返しして、肌に触れても全然害がない、それから通常のですね、上水道に匹敵するですね、水質の再生水ができると、安心してですね、お越しいただければというふうに思います。しばらくは利用者への周知を進め、4月頃から実際に運用を始めたいとしています。また鹿児島で誕生したこの技術を世界の水不足に悩む地域でも役立てたいと考えています。世界ではもう慢性的に干ばつに悩んでいる地域もあって、水不足に悩んでいるエリアの方々にですね、ぜひ何か協力ができればなというふうに思っています。